こんばんは。1月27日、日付が変わって4月27日になりました。それでは、今回も、ランダムでいきたいと思います。本棚からランダムという奇抜な、このとんでもない、いや、まあ、よくわからない企画ですけども、ご紹介していきたいと思います。ギターマガジン、今回は2012年12月号、表紙は横山健さんですね。決意の音、かっこいいなぁ。決意の音、いいですね。はい、では見ていきましょう。横山健さん特集かな。健さんは、待ってよ、健さんどうだろうな、特集、特集ですね。ケンさん言ってます。ロックンロールと引き換えに得たものは自分の人生、まあ、説得力あるよねこの方は。うん、まあハイスタンダードですよね。ほんと僕の年代、やっぱり横山ケンさん、やっぱりすごかったな。みんな聞いてたんじゃないかな。ケンさんのハイスタね、特に。で、この人はですね、今はなんか、ギター箱物使ってるんですけど、やっぱ当時はレスポールですよね。ガムテープで、固定してね、リアとフロント、あれをもうガムテープで固定してリアだけにしてるのかな。スケロクですよね。シグネーチャーモデルだったかな。なんか人から聞いたんですけど、スケロクなのかな、当時スケロクのモデル、ガムテープで、ケンさんが一つ一つ固定してたらしいです。スケロクかレスポールかちょっとわからないですけど、それすごいよね。本人がガムテープで固定するってすごいよね。僕は絶対ガムテープなんて貼りたくないけどな。まあでも、この人がやるからかっこいいんだよな。横山健という人間の思いをアウトプットするには、健バンドが最適なんですと。健バンドっていうのもやってたんですね。アンプはいつものディーゼルと昔から持ってるマーシャルの50ワットを上物のレコーディングでよく使ったかなと言っておられます。エフェクターはあまり使わないのかな、多分安直ですよね。今はどうかわからないけどね。かなり音作りも変わってるんじゃないかな。どうなんだろう。ケンさん、早いけども、次行きます。真鍋義明さんですね。ピローズのギタリストということで。ピローズもね、僕聞いてないんですよね。すごい、好きな方は好きですよね、ピローズ。この方は、インタビューで90年代の UK ロック、あるいはシューゲーザーのような音作りを目指してるのかなと思いましたと、インタビューの方が言っておられて、本人が、そうですね、本当に自分が本気でバンドとしてデビューした頃は、UK ロックの影響をもろに受けて活動してましたし、その当時はストーンローゼスが、一番かっこいいバンドっていう時代で、何か新しいギターの世界が広がるんだろうなっていう、その頃の UK の匂いは自分の中で大きな予想になってると思いますねと言っておられます。この当時のアルバムがルチルっていうアルバムですね。シューゲーザーね。ギターはサゴっていうブランド、なんか見たことありますね。
で、ケイオススペシャルっていう、なんだろう、レスポール、ギブソンレスポールスペシャルのシェイプを元に作られた、この真鍋さんのシグネーチャーモデル、みたいですね。すごいですね。シグネーチャー出されてるんですね。エフェクトは、ライン6、M13、使ってますね。うん、これね、すごいんだよね。M9 は持ってるんですけど、M13、フットスイッチが15個もあるんだよね。これやばいんだよね。画期的なんですよね、M シリーズって。うん。M9 は、8個かな、全部で。何が画期的かっていうと、まあ、M9 で言うと、まあ、ボタンが、フットスイッチが、上下2個が、4列あるんですけど、例えば上のフットスイッチを歪みにしました。で、下のスイッチは例えばディレイにしましたってなると、例えば上の歪みを押して、まあ、歪むじゃないですか。で、下のディレイを押すと歪みがオフになって、ディレイがオンになるんですよ。どういうことかというと、例えば歪みを押して、横のスイッチ、例えばコーラスだとすると、横の、歪みの横のスイッチを押すと、コーラスがついて、なおかつ歪みがつくっていうシステム。だから何が言いたいかというと、横方向だと同時にエフェクトがかかるんですけど、上下、でフットスイッチを押すと、上下、うん、縦方向か、ごめんなさい、言い方が縦方向だとエフェクトが個別にオンオフになるんですけど、横方向でオンオフすると、どちらもオン状態になるんですよね。ちょっと説明下手くそだな。まあ、縦方向はどちらか一方、横方向は両方使えるっていう感じで、なるので、結構ね、使い方によってはすごい便利です。本当に、このシステムはなかなかないんじゃないかな。これは画期的なんですよ。まあ、音はちょっとデジタルっぽいんですけど、うん、画期的なので、うん。この間も、まあ、ちょっと取り上げましたけど、向井秀徳さんが、ザゼンボーイズ向井秀徳さんがライブで使ってて、今も使ってるのかな、わかんないけど、うん、めちゃくちゃかっこいい音を出してましたね。はい。まあ、あとはブルースドライバーですね、真鍋さん。うん。あとは、チャットモンチーの橋本恵里子さんですね。チャットモンチー、まあ、解散しちゃったけど、この方すごいよね。うん。ちっちゃい、普通見た目ちっちゃい、その辺にいる女の子なのに、めちゃめちゃエフェクターとか機材も好きだし、こだわりがある。ギターはテレキャスターですね。1973年、フェンダーテレキャスターシーンライン使ってますね。もうヴィンテージ使ってるからね、バリバリ。あとは、1957年、フェンダーデオソニック。57年ですからね。めちゃめちゃヴィンテージ使ってるね。うん。足元のエフェクターも変わってて、ルーパー使ってますね。ボスの RC300 ループステーション。あとは、ポックのオクターバーですね。エレファーモノ。うん。RC ブースターかな。エクソチックの。あとは、プロビデンス製のSOV-1 オーバードライブ使ってますね。結構ね、この方は機材がこだわりあるんですよね。アンプがすごいんだよね。デイビッド・デッド・バイ・サーティーン・ GLT。うん、すごいブティックアンプですよね。あとはボックスの AC15 のなんか50周年記念モデルですね。これをね、
なんかすごい音の出し方するんですよね、この方。アンプ2台使ってんだよね、そのボックスと13っていうアンプ。プラス、なんか TC エレクトニックの RH450 ベースアンプをオクターブ下の音のみ出力しているとか、意味わからんよね。さらに、ローランド JC120 ループオンのみ出力とかさ、めちゃくちゃだよね。うん。いや、すごいよ、この人。すごい。なんか、ルーパー、さっき言った RC300 から、マイクロポック、エレファモのポックで、ポックから、さっきの TC エレクトニック RH450 で、オクターブ下の音のみ出力。で、RC300 から、ダイレットボックスか。ダイレットボックス通して、JC120 でループオンのみ出力。意味がわからんね。うん、いや、すごいよ。この人は。普通の女の子じゃないのがもう、機材だけでわかる感じですね。あと、ギターもかっこいいしね。曲が、やっぱセンスありますよね。この方は。歌いながら弾いてるよね。すごいと思います。ただものじゃないですね。うん、あとはデジテックの、エフェクター類が今回、紹介されてますね。たくさんあるんですけど、ワーミー1がファーストですよね。一番音が太いって言われてる。で、ワーミー2、黒いやつ。杉蔵さんが使ってんのかな？みやびとか。これ僕も使ってます、ワーミー2。何がいいかというと、なんか、フットスイッチで切り替えできるんですよね。フットスイッチを押したら、ピッチの変更ができる。プリセット変更が足元でできる。っていうのが、他にはないんじゃないかな。っていう感じ。うん。ワーミー4は、結構音が劣化するらしいけど、なんか派手に音が変わるって、使ってる方は言ってましたね。ワーミー5は、トゥルーバイパスだったかな。うん。これも良さそうだけどね、5も。うん。4と5、どっちが好みが、分かれるかちょっとわかんないですけど。まあ僕は、ちっちゃいんかな、ワーミー2って。ちっちゃいからおすすめですよ。黒いしね。だから、こないだも言ったけど、ジャニーズの、元ジャニーズの、めちゃくちゃうまい、ギタリストね、浜崎あゆみさんのバック、務めてた、うん、チャート仲良い、いつも名前忘れるけど、うん。あの方もワーミー2、まあ、あの人、エフェクターマニアだから、何でも持ってるんであれなんですけど、ワーミー2持ってるって書いてありましたね。このワーミーは、5か。この、思想してる方が、やっぱりトゥルーバイパスになったのが、やっぱり何と言っても大きいですねって言ってます。以前の4は、音痩せが気になったと。だから5になって音痩せは、まあ、皆無ということで、うん。ピッチも安定していて、全くストレスなく使えましたねと。うん。安定してるんだね。昔より。5ね。デジテックも、変わったブランドですよね。これでしか出せない、エフェクターが多いような気がします。うん。5いいよね。1が本当は欲しいけど、1は、もう高いしね。まあ、2が気に入ってるので、僕は2でやっていきたいと思います。ワーミーは、外さないかな。それぐらい、反応が一番いいね。ワーミーシリーズは。うん。おすすめですね。うん。ディチューンだっけ？なんかコーラスみたいな音も作れるんで結構多彩ですよね。ワーミーさんは。
さて、スタンフォードのマクソンかな、あのチャー監修のヒズマックスね、チャープロデュースによる、ヒズマックス、ヒズマックス、チャーあれだよね、ネーミングがあれだよな、ヒズマックスってまああれだよね、格好つけてないよね、まあ、そこはチャーのいいところだと僕は思います。格好つけてなくてお茶目な感じでいいと思いますね。ヒズマックス、そんなに歪むのかな、歪まないとは思うんですけど、うん、なんかディストーション的なトーンからギターのボリュームを絞ると完全クリーン、フルアップでリードというチャー流のセッティングにも完全に対応する。すごいね、完全クリーンってなかなかあれですね。なんか誰かは言ってたんですけど、オーバードライブとディストーションの違いって何かというと、ボリュームを絞った時にクリーンになるものがオーバードライブ、ボリュームを絞っても歪みがクリーンにならないのがディストーションって誰かが言ってたので、僕はそれを信じてその理論で生きています。はい、どうでしょうか皆さんは。あとは百瀬トーンベンダーさんですね、バンドの、これ百瀬さんっていうのかな、うん、この人ね、なんかテレビで一回見たんですけど、あの昔草薙剛が夜音楽番組やってたと思うんですけど、あれでね出ててめちゃくちゃかっこよかったね、ギター、うん、この方かっこいいよね、ファズ使うよね確か。ビアフットギターエフェクツを紹介されてますね、うん、なんかこれあれですよね、ブティック系のペダルで、うん、ハニービーオーバードライブ、ダイナレッドディストーション、スパーキングイエローオーバードライブ、モデル H、 4つ紹介してますね。ハニービーオードオーバードライブはピッキングのニュアンスがものすごく出ますね、これで右手の練習したいですって言ってます。スパーキングイエローオーバードライブ1は歪みの感じが全然いらしくない、音抜けが素晴らしい、いいですね、音抜けが素晴らしいって。スパーキングイエローオーバードライブ、あとダイナレッドディストーション、一番メタルっぽいだけど LA のような明るさはない音、明るくない LA の音、面白いですね。あとモデル H、 ワイルドな音からは想像もつかない扱いやすさがあると、うん、総評は音抜けが抜群に良かったなって。結局歪みで一番重要なのってそこだと思う。まあ、そうだよね、まあ、またあのバンドで使うとまた変わってくるかもしれないですけど、まあ、音抜けが良すぎて使いにくいっていうのもあるのかな。だけど、うん、歪みで一番重要なのって、まあ、そのような気がしますね。うん、シングル、ハム問わず使えるエフェクトだと思いますと総評されてます。はい。あとは、ブッダのワウがありますね。あの最初の旧式じゃなくてその後に出たあんまり不人気ですね。これは音もやっぱ変わるんでしょうね、うん、旧式のブッダワウはちょっと高くなっちゃってるよね。確かビーズさんとかレディー・クラビッツさんとかが使ってたから高い感じでしたね。音聞く限りブッダワウいいよね。うん、旧式。新型はどうかわかんないけど、うん。という感じで、あとは
そうですね。最後にご紹介するのはどうしようかな。ニール・ヤング特集されてますね。ニール・ヤング with マーティン D45 使ってるんだね。アコーギーの王様といえばマーティン。その中でも最高峰モデルに位置付けられるのが D45。 そうなんだ。アコーギーは全然わかんないんだけど、うん、現在では D45 は他のモデルに比べて生産本数が少ない。そうなんですね。アコギはほんともう何一つ隠しきれない楽器で、だからこそかっこいい楽器でもありますよね。 J45、 ギブソンの看板モデル J45 は1942年登場。スプルーストップのマホガニーサイド&バックで、ボディサイズは16インチ、ネックのスケールは24 4分の3インチだ。撫で型のボディラインが特徴で、その丸みのあるフォルムからラウンドショルダーと呼ばれている。そうなんだ。あとは、ハミングバードっていうギターね。ハミングバードは1960年に登場したギブソンフラットトップ発のスクエアショルダーモデル。この肩の張ったようなフォルムから、スクエア、カッコ、角張ったという意味で、ショルダーと呼ばれている。シルエットはマーティンドレッドノートに近いが、ハミングバードの方がやや大きい。一時期、ザ・ローリング・ストーンズのキース・リチャーズが愛用していた。あと J200。ギブソンフラットトップ、カッコボディトップが平面、モデルの最高峰。J はジャンボの略だ。そうなんだ。ジャンボ200ってこと？J200 だったら、あーかっこいいじゃんってなるけど、ジャンボ200って、かっこ悪いな。エルビス・プレスリーが長らく愛用していたことで知られる。ちょっとほんとジャンボだから弾きにくそうですね。あと、ボブ・ディランの69年の名作、ナッシュビル・スカイラインのジャケット写真には、ギブソンのジャンボ200が写ってる。やっぱダサいな、ジャンボ200って言うと。J200 って呼びましょう、皆さん。はい。アコギはすごいよな。いや、かっこいい。なんか、昔、友達はヤエリのアコギを持ってて、めちゃくちゃ音いいね、あれ。10万ぐらいで買ってたけど、なんか使ってないから、ちょうだいよって言ったら、いいよって言ってたんですけど、なんか見当たらなくなっちゃったみたいで、欲しいな、っていう。ヤエリはいいです、マジで。国産で、いいなぁ。やり欲しくなってきた。という感じで。あと最後、行こう。ペダルボードがありますね。あ。まさのりバーニーさん。吉井和也さんのソロの時、サポートギタリストやってました。僕も吉井さん好きなんで、まあ、アンプじゃなくて、バーニーさんがギタリストの時、見たことあります。コルグの四角いチューナー DT10 使ってて、あとはエレファモのポク、あとはフルトーンのデジャバイブ、TC エレクトロニックのホールオブフレームリバーブかな、あとは MXR のカーボンコピーディレイ、あとはソバットの A&B ブレーカー、 AB、 あれだよね、 A&B ブレーカー、AB ボックスか。あと、ケンタウロス、金色。っていう感じで。デジャバイブは、アルペジオにもソロにもよく書けますね。と言ってます。歪みの前に浅く書けるのが好きです。歪みの前になんかこういう空間系置くと、面白いですよね。僕も好きですね。フランジャーとか。まあ、ディレイも面白いですね。歪みの前に。K
ケンタウロスはごっつい歪みでのバッキング用だと言っておられますね。アンプの味付け的に使ってます。ブースター的な。そうなんだね。あとは最近はマッドプロフェッサーのあのオレンジ色のスイートハニーオーバードライブのエフェクターも好きで、クリーン用のオーバードライブをこのスイートハニーオーバードライブに入れ替えて使うこともあると。この方もかっこいいギター弾きますよね。レスポールね。はい。じゃあ最後、表紙がケンさんなんでね、ケンさんのちょっとコメント最後、紹介して終わりたいと思います。まあ、この方本当に男らしい感じですけど、まあ、こう一言言ってますね。聞いた人の人生のサウンドトラックになれればいいなと思っている。まあ、ケンさんが言うと響くものがありますね。人生のサウンドトラック。最高だよね。自分の人生の一部になってる。他人の人生の一部になってるっていうのは最高だと思います。うん。人生のサウンドトラックに、なったら、まあ、そりゃ最高ですよね。っていう話で。まあ、この配信も、誰かがくすっと笑ってくれたり、まあ、共感してくれたり、まあ、それがあれば、僕も、最高です。幸せです。ということで、うまく締めれたかわからないですけど、今回、ギターマガジン2012年12月号でした。はい。まあ、簡単にね、毎日更新していくんですけど、まあ、そんな深い話もしないんですけど、こうやって続けていくことが、やっぱり、一番重要なんじゃないかなって、最近ようやく感じ始めてます。うん。継続は力なりって、まあ、昔からよくありますけど、やっぱね、積み重ねたものには、一日やそこらで勝てないんですよね。積み重ねた人にはね。まあ、積み重ねても勝てないかもしれないですけど、ただ、積み重ねないと何も始まらないと思うので、うん。ということで、まあ、発信していければと思いますので、はい。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。